神道は日本最古の、最も普及した信仰です。神社でお参りをする姿はどこでも見られるものですが、台湾ではどうでしょう。台湾では趙、宮などの道教のお寺になります。このお寺には通常霊媒師がいて、神様に代わって物事を解決します。この神様のスポークスマン、一体どうやって信者を救うのでしょうか。早速見てみましょう。ここで、お寺でお参りをする際に、気をつけなければいけないことをちょっとご紹介します。入るときにはまず左から入りますね。というのも左から入るというのは、縁起の良さを、象徴しているということです。それから出るときは、右足からになります。で、一般大きな、もっと大きなお寺になると、3つ門があるんですけども、真ん中の大きな門は神様用に作られた門で、普通にお参りに来た方は右から入り、左から出るということになっています。それからあとはお供え物ですね。お供え物は、果物、クッキー、飴などを用意しますが、というのも神様が甘いものが好きだからということで、今回は、日本の飴を用意しました。それと、お寺にお参りに来る際には、そのお寺の名前と神様の名前を覚えないといけません。例えば今日は、行政宮のクァンセンリーチュンという神様のお参りに来ています。それと見てください、お寺にはいくつかの神様がいますので、メインの神様を囲むように何体か神様がいます。まずお寺に入る前にお清めをしてもらいます。これは街中でついた邪悪なものを取り除いて、きれいな体でお寺に入るということです。お供え物をあげた後には、お賽銭をあげて、それから、はい、こちらの紙のお金をもらいます。それとお線香ですね。お線香は火をつけた後には日本と同じで、口で、拭いて消してはいけません。手で持って振って火を消しましょう。お参りの際にはまず名前、生年月日、住所、それとなぜ来たかを神様に報告します。それとお線香をあげるときですけども、これを左手で持ちます。それは陰陽の概念の関係から左手が陽ということになっています。それとお線香を刺すときにはなるべく真ん中に集めて刺すようにしたら、次の人が火傷しないので、それもちょっとした心がけですね。それとあと手のひらは自分の方に向くように刺してください。趙さんは、神様の、霊媒師と来ましたが、どちらの神様の霊媒師なんですか。今は蓮華大師の霊媒師です。そしたら神様のスポークスマンということなんですけど、普段はどういうことをするんですか。読経したり瞑想したり、神様について学んだり、または神様が知識を教えてくれます。こういうお寺でその修行してる人っていうのは結構年齢が上の人っていうイメージがあるんですけども、なんかそれは全然イメージが全然違います、ね、年配の人は長く続きません。若い人は長く続けられます。ですから今は霊媒師も若い人が増えています。なんか普通見た感じがお寺で働いてるっていう感じじゃなくて、すごい綺麗なんですけど、それはなんか特別に今日だけということなんですか。今日は撮影なので特別に化粧していますが、普段はお寺の中では素顔です。例えば爪とかもすごい綺麗にしてますけど、土曜日にお寺で神様の代弁者をする以外は普段はネイリストをしているんです。どうしてこの何ですか、霊媒師になったきっかけみたいなのはあるんですか。17歳の時に好奇心で母と一緒に友達の家に行った時、母の友達に瞑想するように言われたんです。
その時体が自然に動いたのでびっくりしました。17歳のあの年にこのような特殊な体質が目覚めたのです。1年後、18歳の夏休みにアルバイトをしていたんですが、ある日突然具合が悪くなってしまい、心臓に激痛が走るようになったんです。その時は体調のせいでお休みばかりいただいていました。その時からだんだん体が言うことを聞かなくなり、首を回したり瞳孔が大きくなったりして、だんだん行動が男のようになりました。彼は神出鬼没で私を傷つけようとしました。オートバイの後ろに乗っていると後ろに倒れそうになったり、彼に取り憑かれている時に道路に急に飛び出したりして危険な目に遭いました。このようなことがあったので、この廟を頼ってきたのです。この廟の宮司さんが問題を解決してくれました。宮司さんは正座による収容で自分の中の霊を落ち着かせると良いというので、それで私は時間があれば心静かに収容しました。一度関西帝君が降りてきた時こう言ったんです。お前は将来修行の道を行くことで二度と怪異な現象は起きないだろうって。そんなことがあったんです。当時は信じられなくて自分がおかしくなったと思いました。後になって先輩方の話を聞いて、ゆっくりと受け入れるようになり、やがて修行の道に入って蓮華大師の代弁者になったのです。普段何ですか、しちゃいけないこととかっていうのは決められてるんですか？牛は道教の人にとって乗り物なので、修行中修行者は牛肉を食べてはいけません。またアヒルはかつて蓮華大師を救ったことがあるので、大師の代弁者となりアヒルも食べてはいけません。もし食べたらお腹を壊したり壁にぶつかったりするなど問題が起きるでしょう。私はネイリストをしています。蓮華大師は私の今の仕事を許してくださっています。でも私の爪が長すぎたり派手すぎたりするのを許しません。今日は撮影なんで特別に化粧とかして、綺麗にしてくれてるそうなんですけども、では早速この後修行の様子を見せてもらいましょう。蓮の花や葉の形の衣服を身につけ、円形状の赤い金属の武器、魔力を秘めた布、火を放つ槍、この3つの武器を持ち、炎でできた車輪の乗り物に乗り、空を飛んで戦うことができます。7歳の時、竜王の怒りに触れ、その怒りを鎮めるために肉体を父に、骨を母に捧げ、体がなくなってしまったため、その後蓮の花の化身として生まれ変わりました。それが蓮華大師です。今後ろでは訓練をしているそうなんですけども、今されている訓練はどんな訓練なんですか？今彼らが行っているのはいわゆる道教の清修の作業です。この修行の過程でいわゆる霊道現象が起こりますが、これによって彼らの霊力が高まり、神様と接触できるのです。じゃあその訓練はこの他にももっと他に特別な訓練とかもあったりするんですか？他にいわゆる双方の訓練があります。双方の訓練は彼らに心霊を受け入れさせ、彼らに力を与えます。その後彼らは神の力のもとで動きを示します。こうした訓練方法です。なんか特別に道具を使ったものとかもあるんですか？双方の訓練では五法を使います。五法には七星拳、月府、作業拳、帝魂、子宮の5つの法器があります。その道具は危険なものではないんですか？五法で危険なものは我々の中にあります。一般の人にとっては非常に危険です。五法は全ていわゆる魔力を経てきています。神霊が彼の体に降臨されると、神霊は神の力を表すためこれら五法を使い、総連の方式でその強大なパワーを表現します。今皆さんいろんな動きをされてるんですけども、これはどんな違いがあるんですか？彼らは今清修の状態にあり、一種の霊道現象を生み出しています。
我々自身の本霊体を神霊と接触させています。神霊が彼らに訓練をさせるために彼らの本霊体が必要なのです。訓練は非常に大変ですが、神霊が彼らの体に降りてきた時、神霊の重さを受け止めることができます。神様のスポークスマンになることもすごい大変で、その武器で道具で訓練をしたり、いろんな訓練を経てやっと、神様のスポークスマンになれるそうです。聞いたところによると、長さんももともと踊りができなかったものが神様が降りてくるとすごいダンスが上手になったりとか、すごい変化があるそうです。このすぐ神様がもうすぐ降りてきますので、楽しみに待ってみましょう。この時間になってすごい人だかりになってきたんですけども、8時半にならないと大使が降りてこないそうなんですが、聞いたところによると今日の、お昼過ぎ午後の1時からここで並んでる方がいらっしゃるそうです。もちろん1番目なんですけども、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。聞いたところによると今日の午後1時から、こちらで並んでるそうなんですけども、今日はどちらからいらっしゃいますか？中国から来ました。車で1時間ぐらいですよね。1時間半ぐらいかな。1時間半、すごい遠いところから来たそうなんですけども、じゃあ今日は、何を大使にお伺いしようと思って来られました？授業についてです。じゃあここは、どうしてご存知になられたんですか？テレビで三大使を紹介していたのを見て、その後ピンときてここでお伺いしようと思いました。聞いたところによると飛行機に乗ってわざわざ韓国から大使に会いに来られた方がいるそうです。ちょっと話を聞いてみましょう。こちらは初めてですか？いいえ、初めてじゃないです。最初に来たのは7月です。私は韓国で音楽制作をしています。司会、歌手のラップもしています。会社の状況が厳しくなり香港に行きました。香港には支社があるのです。半年間は本当に大変でした。いろいろ良くないことが起き、人生に絶望しました。でも私は音楽やビデオが好きなのです。ここのことは知りませんでした。突然ここのビデオを見て訪ねてみたいと思いました。会社経営は失敗し、巨額の負債を抱えました。私は天に祈りました。状況が変わったら必ず訪ねてくると言いました。14日後全てが解決しました。すごい話を聞けたと思うんですけども、その大使が突然インターネット上に現れて一人の人生をすごいいいように変えていってくれたって、本当にすごいことですよね。大使が降りてきたときにどういった反応があるかというのをちょっと聞いてみたいと思います。基本的には霊道現象が見られます。霊道現象は激しくなります。激しさがある程度まで来ると落ち着いた状態になります。この時大使はもう降臨されています。洋服をお香に通したり、あとはそのお香を吸わせたりとかしたんですけど、それはどういった意味があるんですか？お香を吸わせる過程で体内ではお香を利用して五臓六腑を全て清めるのです。清めた後が神霊の降臨にふさわしいのです。大使を我々は尊重し尊敬しています。神の衣に香を通すのは神様が着た衣服だからであり、神が降臨された後香を利用して完全に浄化するのです。こうすることで妖魔が外から入ってくるのが防げるのです。いつその大使が降りてきたのが分かるんですか？ある姿勢で現れます。
極めて自然に我々はそれを感じ取れます。科学でいう磁場の範囲は異なります。そして大使の手の仕草や動作なども現れます。ここから我々は大使が降臨されたのを知るのです。大使が降りてきた時には張さんの意識はまだ残っているんですか？それは霊媒師が神の力をどれだけ受けられるかです。ある時は4から5分間降臨します。この場合意識は残っています。しかし降臨が長い場合、特に奏法の場合、降臨は8分間に及び、ほとんど意識はありません。聞いたところによると大使は3歳ぐらいの子供の性格を持つ神様だと言われてます。それにすごいヤクルトとか飴玉が好きな、本当にちょっと本当に子供のような話し方をする神様だと聞いていますので、もうすぐ神様降りてくると思いますので見てみましょう。そうですね、まだ体の健康、あなたの二つ目ですが、あなたはよくやっている、だけど油断している。一つに専念すべきです。あれこれ手を広げると物事はうまくいかず、あなた自身の健康にも影響します。もしあなたが欠点を理解し改善できれば、あなたの事業は成功します。見事な業績を上げます。健康についてはちょっと待って、大使がもう一回見てくれます。飲食面の改善が必要です。肝臓に注意が必要です。もっと節制すべきだね。他には特に大きな問題はない。あと2つ伺いたいのですが、まず大使はこの霊媒師に満足ですか？普通。まあいいでしょう。大使の要求は厳しいから、大使にお尋ねします。日本へ遊びに行きたいですか？これは日本のディズニーランドです。我々日本のディズニーランドです。大使を招待したいそうです。日本なの？そう、大使は彼らと一緒に日本へ行きたいですか？僕ならひとっ飛びですぐに着くよ。一分もかからないよ。じゃあ行きたいの？忙しくて行けないよ。子供たちが行くところだよね。今は大人も行きたがるよ。これアヒルでしょ？もし霊媒師が行きたければ一緒に行ってもいいよ。あまり興味ないな。子供っぽすぎる。あの子たちは興味あるかも。人形が飛んだり跳ねたりしているね。まだまだたくさんの設備があって楽しめるんだ。僕は風火輪で十分だよ。大使の風火輪ほどじゃないね。見た目は2歳半だけど実際は数千歳なんだ。日を改めて自分で見てくるよ。あなたたち飛行機に乗るよね。僕なんて1分もしないで着くよ。機会があれば行ってみるよ。あなた台湾住んでるの？是。现在住台湾。
台湾二十年。你去年？好。那这个旁边是我们日本的糖果。哎，请你吃。僕の飴も取って。みんなで分けよう。これは日本の。这是日本的糖果。これは台湾の。哇，这么多。僕のペロペロキャンディーなんでこんな減っちゃったの？大使があげちゃったからこんなに減っちゃったんだよ。そうしたら補充してよ。あなた方も一人一本ずつ選んで。先に選んでよ。目が高いね。僕もいちご味が好き。先に選んで。大使が祈祷したのを選んだ。他のも代わりに選んであげよう。はい、どうぞ。一人でそんなにたくさん？どれが誰のか知りたいんだよ。これはあなたの？はい、どうぞ。あなたは虫を持ってるんだね。これはマイクです。大きな毛虫かと思ったよ。終わった。ご苦労様。はい、今大使に会ってきました。大使が番組と僕のために書いてくれた、このこんなにたくさん書いてくれたんですけども、 それでちょっとね、本当に書いてる時は何も喋らなかったんで、本当に怒ってるのかな、ちょっと怖いなと思ったんですけども、本当に小さなことまで話してくれてすごい感動しました。それになんか本当にディズニーランドの画像を見てからちょっとね、話もなんか面白くなって、で途中ではこのマイクのことを大きな毛虫だったりとか、大きな毛虫かと思ったよ。あとはもうディズニーランド行きたいですかって聞いたら、もう1分で行けるから、僕ならひとっ飛びですぐに着くよ、1分もかからないよ。そこは子供が行くとこだから全然つまんない、興味がないよとか、なんか本当にちょっと子供のくせに大人ぶったところがあって、すごい面白かったです。僕たちが日本の飴をプレゼントしたら、返しにと、大使の飴をもらいました。しかも筆でパワーまでつけてもらいました。これ大事に取っておきたいと思います。ここは前はなんか人数宣言をしなかったそうなんですね。それでもう本当に夜8時ぐらいから始めて、もう夜中までずっとなんかみんなの悩みを聞いたり、悩みを解決してあげたりとかしてたそうです。もう本当に大変な仕事だと思うんですけども、まあね、僕のこの後にも今ちょっと人数宣言で50人になってるんですけども、あと49名、その49名の悩みを解決してあげなきゃいけないって、本当に大変な仕事だと思います。まあ、大使も大変ですけど、調査もすごい大変だと思います。これからも、体に気をつけて、大使も、可愛く元気で、で調査も、健康で頑張ってほしいと思います。